売国自民党ニュース。紅麹の機能表示食品が問題となりました。アメリカから元の法律を輸入したのですが、事故が起きた時の連絡義務の条項を故意に改ざんしていたことが分かりました。売国自民党って本当に許せない最低の奴らですね。長妻さんの記者会見見てください。まあ、これはアベノミクスの三本の矢ということで、2013年の6月に安倍総理が大演説をぶって、世界で一番企業が活躍しやすい国の実現が安倍内閣の基本方針という健康食品の機能性表示を解禁するとが非常にずさんな状況だったと。ご存知のようにこれは米国の制度を参考にしたわけでございますが、しかし1点だけ参考にしてないところがあったんですね。2006年に米国ではこの制度に対してですね、重篤な事故情報があった場合はその情報が入手してから15日以内に政府に報告すると、報告義務を法律に書いたんですね、2006年。それをそこの部分だけ日本は参考にしていないということでありまして、米国では1993年以降かなり多くの死亡事故が起こったことを受けて2006年そうなったわけでありまして、それを当初は内閣府令だけで政府、日本国政府は実現してしまったということで、これは重大な我々は問題だということで、こういうことが二度と起こらないような対応対策を取っていくと、まあ、いうことで取り組んでまいります。